はいどうも、リーマファルです。今回なんですけども、こちらのカー用品ですね、ご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、こちらの商品なんですけども、ドアハンドルプロテクターといって、車のねドアガチャガチャ開けるじゃないですか。でその時にね、車の車体に爪で傷をつけてしまうことありますよね。よく見てください、ご自身の車爪で傷入ってますから。でこちらの製品はその傷を防ぐためのものとなっております。今回ね2種類商品の提供いただいております。ものは一緒なんですけども、色ですね、ブラックとホワイトがございますので、こちら両方ともね開封してご紹介できたらなというふうに思います。それでは早速開封していきましょう。はい、ということでパッケージ開けました。中身こんな感じ。こちらはホワイトタイプ、こちらはブラックタイプですね。はい、並べるとこんな感じです。カーボン調のデザインが施されていて、ちょっとかっこいい感じに仕上がっています。この商品の特徴なんですけども、まずねシールとかじゃなくてマグネットになってるんですよね。なので車に貼り付けるだけで OK なんです。当然マグネットなので簡単に取り外しができるということでね、非常にお手軽ですし、まあ私みたいに素人で特別な技術がなくても誰でも簡単につけれるっていうのがね、いいところだなというふうに思います。でこちらの商品なんですけども、ワンセットで6枚マグネットがついてます。でなんで6枚ついてるかと言いますと、実はこの製品ね、車のドアの形状に合わせてね、自分でハサミとかで簡単に形を整えてね、加工することができるんですけども、まあ失敗しちゃうことってあるじゃないですか。失敗した時のためにね、2枚多めに入ってるっていうことなんですよ。はい、それではね早速取り付けていきたいと思うんですけども、パッケージの中にね取り付けに関しての説明がございます。日本語で写真入りっていうね、分かりやすい説明書になってますので、誰でも簡単にできるかなというふうに思います。それでは実際に取り付けていきます。はい、ということでね、車の方やってきました。見てください、車のドアノブなんですけども、分かりますかね。すでにめっちゃ爪の傷入ってるでしょ。まあこういうのを今回の商品であらかじめ防いでいこうという目的となってます。はい、取り付け方法なんですけども、こちら本体をこんな感じでね取り付けるだけ、めっちゃ簡単です。ただこのドアノブのへこみの部分に沿わせるために、ちょっとお湯でね温めて形をなじませないといけないので、ぬるま湯につけてね形を合わせていきたいと思います。あとちなみに白色の方でやるとこんなイメージになります。まあ、これはねお車の色とかに合わせてね使用いただけたらなというふうに思います。はい、それではこちらにお湯の方を準備しました。説明書によりますと、約50から60度の熱湯に約20秒浸してから柔らかくなった状態で取り付けていくということとなっております。まあお湯ですから、やけどには十分気をつけていただきたいと思います。はい、それではね取り出していきたいと思います。熱っ。はい、取り出しました。取り出したらねめちゃくちゃ柔らかくなるんですよ。はい、この状態でね取り付けていきたいと思います。はい、それではこちらに取り付けていきます。はい、ということでね、ご覧のようにドアの形状に合わせてね簡単に取り付けることができました。まあ取り付け方法は以上になりますね。めっちゃ簡単です。はい、ということでいかがでしょうか。すごい簡単にね取り付けられるっていうのが本当この商品のメリットですね。でこの商品なんですけども、お車のドアの形にちょっと合わないなって時があると思うんですよ。そういう時はねハサミでこうやってね形を自由に整えることができますので、結構ねいろんな車のタイプに合うんじゃないかなというふうに思います。あとはそうですね、この製品の素材なんですけども、 3D 炭素繊維素材ということでね、耐摩耗性、耐衝撃性、傷にも強いで軽量ということでね、要するに耐久性が結構いいんですよ。そして先ほどご覧いただいたようにですね、取り付けも非常に簡単。また取り付けすることによってね、車のデザイン、見た目もアクセントがついておしゃれになったりすると思います。はい、ということでね、今回はマグネット式のドアハンドルのプロテクタご紹介する動画でございました。こちらの商品なんですけども、気になるなという方いらっしゃいましたら、この動画の概要欄に商品の購入先のリンク、 Amazon のリンクになりますけど貼り付けておきたいと思いますので、そちらの方からぜひ詳細をチェックしてみていただけたらなというふうに思います。それでは今回の動画は終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。